ジェラセリーグヤクルト1から7阪神、3日、神宮球場。ヤクルトの高津慎吾監督が、金本に死球を与えたことについて言及した。写真、死球を受けてうずくまる近本。0対7の9回、3番手の山本が投じた変化球が抜けて、金本の右脇腹付近に当たった。球場にはブーイングが響く中、近本はその場でうずくまり、そのまま途中交代。山本はすぐさま帽子を取り、頭を下げて謝罪していた。高津監督は、申し訳なかった。もちろんぶつけようと思って、ぶつけてるわけではないんですけど、持ち球がシュートなので、そこに行ってしまった、と説明した。チームは今季11度目の同一カード3連敗。最下位、中日に1、5ゲーム差に迫られた。